そんなこと考えて打つんか。俺流とも呼ばれる独自の打撃理論で、日本プロ野球史上唯一となる3度の三冠王を達成した落合博満は、メジャーに挑戦している2人の選手について言及していました。その選手とは、筒香嘉智と吉田正尚です。日本代表の新旧の4番とも言える2人ですが、現状では吉田が活躍している一方で、筒香は苦戦を強いられています。落合は2人の現状の要因について、どのように分析したのでしょうか。MLB での成績。2023年にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ筒香は、スプリングトレーニングに招待選手として参加。しかし、メジャー昇格は叶わず、開幕はレンジャーズ傘下の AAA のラウンドロックで迎えました。実は筒香にはオフシーズンの間に複数球団から日本復帰の誘いが届いたそうです。それでも筒香は、僕の中では小さい頃からアメリカで活躍することを目標、夢としてやってきたので、そこを簡単に諦めるという感覚は全くない、とコメント。続けて、周りの方々には、日本に帰ってきたらもっといい契約があった、と言っていただいていますけど、そこではなくて、僕の中ではアメリカで挑戦し続けるという軸にズレはないですし、自分の中でベストの選択ですね、と語り、レンジャーズとのマイナー契約を決意します。そんな筒香は5月31日の試合に5番サードでスタメン出場しましたが、3打数無安打1四球2三振に終わりました。5月まで36試合に出場していますが、打率2割2分7厘、2本塁打、19打点と本来の実力を発揮できていません。一方、同じ5月31日の試合で、レッドソックスの吉田は7号先制ホームランとツーベースを放って4試合連続21度目のマルチ安打を記録。この日の試合後の時点で打率3割1分7厘、7本塁打、31打点、OPS 8割9分9厘をマークし、ア・リーグの打率順位も2位に浮上しました。マサチューセッツ州地元局、ニューイングランドスポーツネットワークは、この日の吉田の活躍について、正尚吉田がレッズ戦でペスキーポール付近にホームランを引っ張るところを見よ、というタイトルで特集。その中で、吉田はフェンウェイパークのユニークな領域を有効活用することにますます慣れてきている、と紹介しました。レッドソックスの本拠地であるフェンウェイパークといえば、限られた敷地に建てられたため、狭い左翼にある高いフェンスのグリーンモンスターのように変則的な形状となっていることで有名です。そんな本拠地で放った本塁打に、同メディアは、このレッドソックスのルーキーは、打席での灼熱ぶりを継続している、と絶賛しました。また、オールスターのファン投票のア・リーグ外野手部門で候補入りしている吉田は、新人では2017年のアーロン・ジャッジ以来となるファン投票選出にも期待が寄せられています。AAA で苦戦を強いられている筒香と、メジャーでチームの主力として活躍する吉田。この二人の明暗は、どこで分かれたのでしょうか。筒香と吉田の違い。現役時代に三冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満は、二人の打撃について言及していました。2022年にパイレーツに所属していた筒香に対して、落合は、内角の球をもうちょっと引っ張れるようになったら、成績が上がってくるんじゃないのかなと、とコメント。この筒香の課題について、同じくメジャーに挑戦した松井秀喜を重ね合わせたのかもしれません。かつて落合はメジャー1年目のシーズンで苦労していた松井について、あいつにはバッターとして重大な欠陥があるからな、と断言。そして、松井は逆方向にボールを打つときに右の脇が開くんだよ。あの打ち方じゃ逆方向に強い打球は絶対に飛ばせない。ゴルフでいうスライスしか出ないんだ。それを直さないと向こうで30本打つなんてとてもできないな、と分析しました。実際松井自身も、僕の逆方向へのホームランは全部振り遅れだから、と語ったように、意図的に逆方向に強い打球を飛ばしていたわけではなかったようです。落合は当時の松井と同様に、
筒香のバッティングも流し打ちではなく振り遅れに見えたのかもしれません。そのため落合のコメントの裏には引っ張る意識を持つことの重要性が隠されていたのではないでしょうか。一方吉田については、落合はテレビ番組で共演した際に言及していました。 VTR で出演した吉田が自身の打撃理論について、オープンスタンスで構え、無駄がなくインパクトまでヘッドを走らせる感覚と解説。続けて小柄ながらパンチ力のある打撃の秘訣について、内転筋で絞って背筋で打球を持っていくと表現しました。この吉田の話を聞いた落合は思わず、そんなこと考えて打つんかとコメント。その後、うまいこと高めのボールも上から打ってるじゃない、ちょっと左の肩が下がるのは気にはなるんだけどね、気にはなるけども形そのものは悪くないと思うよと吉田のバッティングを評価しました。吉田の活躍についてはベースポーツ局 FOX スポーツも、日本から MLB への転換に成功したと紹介。歴代の日本人メジャーリーガー野手の成績を持ち出し、これまで MLB の試合に出場した日本人野手19人の通算成績は、打率2割8分、出塁率3割1分1厘、長打率4割0分6厘。これは堅実な数字だが、非常にいいわけでもない。イチローが2001年に MLB 史上初の日本人野手になって以降、才能も経験も豊富な日本人打者がメジャーではインパクトを残せないケースが何度かあったと説明しました。その上で吉田の活躍の理由について、驚異的なアプローチがある、吉田の潜在的な長打力については懐疑的だった人たちでさえ、彼の実績からスイングについての判断は一流だと確信していた。ここまで彼はボール球のうち 24.1% しかスイングしておらず、これはリーグ上位25位に入る数字だと選球眼の良さに着目。さらに吉田はフォーシームに対して、5月9日の試合前の段階で打率4割3分1厘、出塁率6割8分6厘、長打率5割5分3厘だと数値を引用しつつ、吉田がいかに直球を捉えているかを強調しました。実際にメジャー挑戦前3年間の筒香と吉田の150キロ以上のストレートの打率を比較すると、筒香の打率2割6分5厘に対し、吉田は打率3割4分6厘をマーク。このことからも速球にいかに対応できるかがメジャーでの成功の鍵と言えるでしょう。そして日本で伝説的な記録を残した落合と、その落合が絶賛した吉田にはとある共通点がありました。大打者の共通点。1981年から3年間にわたって当時ロッテに所属していた落合が首位打者のタイトルを獲得しました。3年連続首位打者を獲得した選手はこれまでわずか6人です。落合の他には長嶋茂雄、張本勲、王貞治、アロンゾ・パウエル、イチローといったレジェンドたちの名前が挙がります。そんな中、吉田は2020年と2021年に首位打者を獲得。2022年は3年連続の記録をかけたシーズンとなりました。しかし、日本ハムの松本剛の台頭により、吉田は惜しくも2位に終わります。落合らと肩を並べる記録は残せませんでしたが、2022年は打率3割3分5厘、21本塁打、88打点、OPS 10割0分8厘とキャリアハイの成績を残しました。このように日本球界を代表する好打者の落合と吉田ですが、打撃理論には共通点もあるようです。落合は理想の打撃フォームについて、マウンドの投手をしっかりと両目で見る。バットを握る手には力を入れすぎず、トップの位置はストライクゾーンの高めいっぱいあたりに作る。そしてミートポイントに向かってヘッドの重みも利用しながら最短距離でバットを振り出すとコメント。また自身の著書で、両目で見ることについては、打者はボールを両目でしっかりと見ることが難しい、そのため体の動きがぶれないスイングを身につけ、できるだけ両目でボールを捉えていくことがしっかりとボールを見ることだと語っていました。
この落合の考えと同様の打撃理論を実践しているのが吉田です。2023年の開幕投手の吉田はメジャーの投手にアジャストできず、4月18日終了時点で打率が1割6分7厘まで落ち込みました。そんな吉田の覚醒のきっかけとなったのが打撃フォームの修正です。1997年にヤクルトでプレーしたこともあるルイス・オルティス打撃コーチ補佐などのアドバイスにより、右足を約半足分後方に引くように修正。これにより吉田は、ボールがよく見えるようになった、と語りました。この、ボールを両目でしっかり見ることは、まさに落合の理想とする打撃フォームです。現状マイナーで苦しんでいる筒香も、この理論を応用することで、打撃が覚醒するかもしれません。吉田にはこのままの調子で活躍して、筒香には這い上がってほしいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。